和光野球スーパー PC エンジンファンの皆さんこんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは430本目ザ・プロ野球スーパーをお送りします。これプロから続くインテックさんの人気プロ野球シリーズ第3弾、まあ、ザ・プロシリーズだと第2弾ですけれどもね、これプロから数えると、第4弾ですね。第4弾、これプロから数えると第4弾、ザ・プロからだと第2弾、ついに今回スーパー CD ロムになって、このねタイトルからもわかるようにスーパー CD ロムロムで登場でございます。ザ・プロ野球スーパー、黒金さん、3個目さん、4個目さん、アランプロストさん、7個目さん、8個目さん、いらっしゃいあります。黒金さんありがとうです、8個目さん、9個目さん、10個目さん、いらっしゃい。殺人はしません。このゴリラはね、ゴリラはあのインテックモンスターズっていうのがね出てくるんですけども、そのゴリラですね。和骨です。はい、ゴールデンバーグさん、いらっしゃい。はい、発売日92年10月9日発売、インテックスーパー CD ロムロム6800円。あ、ジャンルスポーツなんで、シャトルさん、いらっしゃい。2人対戦可能です。マルチタップ対応、ペナントレースでバックアップ1408バイト。そしてドリームチームモード、ドリームチームね、今回のように日本代表を率いて、インテックモンスターズにね対抗していく、もう世界に対抗するね、まあ、今回の侍ジャパンを、侍ジャパンで夢のね、オールスターに挑むことができます。バーサさん、そんなね、ドリームチームモード、これ、こちら勝ち抜きモードなんですけどね、勝ち抜きモードに挑戦するためのセーブデータが336バイト。どちらも1箇所のみとなっております。バーソさん、シャトルさん、おじさんありがとうございます。はい、それではいきましょう。森さんが一番最初、そうなんです、インテックさん先取りでございます。いきましょう。PC エンジン、楽器の一人が来場しました。はい、グラバリさん、見せて。ゼッ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 。赤と大悟さん、チャンピーン、チャンピーン。10番号線、このタイトルのスピンがいいね。チャンピーン、チャンピーン、チャンピーン。ね、回転拡大しながら、カズザトシキさんありがとうです。はい、モードは4つですね、4つの。あれ、隠しでなんか落ち物パズルがあるの、これだったっけ。隠し、裏技でね、なんかね落ち物パズルだったか、あのボンバーマン、プロ野球ボンバーマンみたいなのがある、あったの、どっちだったかな。あ、隠しモードね、はい、これなんか、あ、5人、あ、それに限りね、5人対戦が可能ですね。隠しゲームは、5人対戦可能なんですね、はい。まあちょっとまず後でお見せしましょう。それはね、まずはオープンで、ね、こちらドリームチームモード、オープンで、エラーオン、ね、DH 制のオン、デモのオンとかね、はい。そして今回はなんと試合中の BGM がね、各球団の応援歌なんですね。第21位にランクインしました。さあ見てください、11球場ね、標準装備でございます。はい、今なき藤井寺できますからね、今なき、今はもう赤とタイムされです。さあオープン戦なんでね、どちらのホーム球場でもない藤井寺で、はい、マニュアルオートキャッチで、采配だけ振るうね、シミュレーションモード、それからオートモード、あ、まあこれプロよりはね上手くなってると思いますよ。マニュアルでいきましょう。はい、選手数この中でね、似顔絵付きです。はい、マックスベッドですね今回ね、小宮山、はい、あ、イラブもいますね、マイナスの方は。はい、セーブ、まだまだ強いね、平野秋山は黄金時代ですよ。プレイボール、プレイボール、
もちろんペナントレースモードではね、打率、打点、ホームラン数などがリアルタイムに表示されてセーブされます。ゴロからエースで4番さん、子供の頃からエースだぞ。早けんさい、アウト。 We love 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 千葉マリン。 We love 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 千葉マリン。王者は黙って息をする、千葉ロッテマリン。王者の生きがいは野球の命さ、俺たちはガムを食べまくる。 We love 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 Marine。 はい、カズキューさんね、テレテレもうね、スーパー CD になったんで、ね、前作よりロード回数がね少ない。男の心に夢を見た、僕は見たんだ、本当なんだ、地平の彼方に獅子を見た。ウォーウォーウォーライオンライオンライオン、地平の彼方に獅子を見た。アウト。本当なんだ、信じておくれ。ウォー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 ライオン、ウォーウォーウォーライオン、ライオン。はい、36個目先生。はい、得点圏に行くとね、応援歌流れなくなって、このチャンステーマに、ね、なります。おっと、これ高めは。ファインプレーがボタンですね、ファインプレーはボタン。さあ、清原のタイムリー先生。デストラーで、オレステスデストラーで、ボール、ボール、入るし、うわ、ノーベル、2対で、久々やるとちょっと、ワクワクです、はい、猫じゃないですかね、バトルしげ、地平の彼方に獅子を見た、本当。なんだ信じて、地平の彼方に獅子を見た。はい、身を削りちゃい、ストライク。あとエラーが、なんとショート、まあエラーというか今の強襲ヒットでしょうかね。記録はエラーですか。これはホームラン、グランドスラム。はい、今回こんなねホームラン画面、6対0。防御率がとんでもないことになってる。アウト、アウト。威勢のいい声がいいですね、審判のね。和骨でございます。はい、コーヒーさんにしゃい。ゴロからエースで4番さん、俺たちは4番だよ。初回から大変な。 We love 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 Marine。 We love 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 千葉マリン。王者は黙って割り勘で、千葉ロッテマリン。子供の頃からエースで4番さ、子供の頃から王者だぜ。 We love 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 マリン。 We love 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 千葉マリン。いきなり封印されたか、封印されてませんけども。地平の彼方に獅子を見た、本当なんだ信じて、地平の彼方に獅子を見た。ウォーウォーウォーライオン
ダイオンライオン地平の彼方に獅子を見た本当なんだ信じてウォー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 ライオンウォーウォーウォーライオンライオン撃つねセーフね、前の打席の結果とかもちゃんと阪神はね、あ、じゃあちょっと各チームの応援歌全部聞きますかね、ちょっと心からちょっとリセットしないとダメだね。はい、じゃあ阪神横浜阪神行こうかな。でん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 阪神という応援歌が、あ、しまった私が横浜取らないといけない。ねえ、知恵の彼方に獅子を見た。じゃあ甲子園行きますか。甲子園和骨です。これがプロ野球すべて。はい、51号線。これがはい、阪神タイガースのね、このメンバー、はい、ミラクル元年奇跡を起こせ。お、レイノルズシーツ。お、もう佐々木大魔神がいますね。大魔神森田が先発になってるな。先発になってるの。しかも森田関東型になってる。この頃は先発で期待されてたのか。92年はプレイボール。プレイボール。おろしに探そうと伝説の鐘が鳴り響く。大きな鐘が鳴り響く。一番前ね、日本語なんで。お、無理か。アウト。アウト。和骨です。お無理さんの。どうもされない。お無理。この歌は結構難しいですよね。あ、パチョレックいますね。92年は阪神だったか。あ、オマリさんいますよ。オマリさんね、阪神に。アウト。この BGM 派なんか聞き覚えがある。あ、まだホエールズか。この頃ベイスターじゃなかったっけ。大量にシーツが入って押し出されましたね。そうですね。ゴー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 。太陽来たぞ、太陽来たぞ、エースが来たぞ。あ、そうだ、俺自分が阪神だった忘れてたいつも太陽だから。なんか、あれだね、いつも太陽撮ってるから。おっと、はじいた。あっと、これどうしようもない。あ、レイドルズすごい。おっとセーフ。クイーク。クイーク。伸びていく。わお。割と直球ばっかりすぐ投げちゃったらピッチャーのスタミナ割と早く消えちゃうんだよね、このゲームね。あまり速球投げない方がいいですね、これね。アウト。オッケー。アウト。
なぜか知ってる。うい。おろしじさあそうと伝説がやるぞ俺はやる。おーやだ。ラッキー、あ、ラッキーってはい、ホームランダーマです。ラッキーって言ってましたすずさん言ってラッキー、ラッキーが来ましたね。鐘が鳴る初めてやすいよ。大きな鐘が鳴り響く。お我らこそ阪神タイガース。ウォー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 阪神タイガース。68個目されちゃう。フレ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 。アウト。ね、各チーム応援歌が。あ、ちなみにね、試合中はね、これ内蔵音源で PSG で流れますけれども、エンディングは CD 音源で流れます。はい。エンディングはね、CD 音源で流れますんで。ただまあボーカルは入ってませんけどもね。アウト。ウォーウォー。阪神タイガース。太陽今中だよね。太陽来たぞ。ここまでやってきたんだぞ。太陽来たぞ。太陽来たぞ。太陽来たぞ。ゴー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 。太陽来たぞ。太陽来たぞ。太陽が来たぞ。アウト。タイガースがやってきた。太陽ホエールズ。アウト。はい、じゃあまあこれ阪神の太陽、次行きましょうか。次ここの応援歌がね、聞いてみたいというのがありましたら、そこのチーム取りましょう。フォローさせてもらいました。あしからず。ありがとうございます。どこ行きましょうか。中日はあれかな。中日はどこだったかな。このインテックって何作ぐらい出してましたっけ。インテック5作も出してますね。はい、これプロから数えると、あ、今だけもう名古屋、まだ名古屋ドームじゃない頃ですね。はい、8番にパウエルがいる。あ、ダイエーまだ流れてませんよ。じゃあダイエー次行きましょうか。プレイボール。キリビバレッジ、モスバーガー、モスバーガー、キリビバレッジ。使ってない名古屋球場、うん、今まだあるんですね、名古屋球場ね。モスバーガー、わら。一番清水がヒット打ち、2番立浪送りバント、3番大砲フォアボール。燃えろ燃えろ燃えろよ燃えろドラゴンズ。種だがガニ股でヒット打って、3番立浪ヒット打つ。男の名前を知ってるか。燃えるドラゴンではないですよね。球団歌ですね。男だろ誰がやる。俺たちはヤクルトだ。男だぜ。ツバメの巣ヤクルトだ。スワローズ俺たちは
東京本土じゃないですね。あくまで球団歌ですからね。球団歌、球団の公式応援歌ですから、はい、東京本土じゃないですね。モスバーガーの店が潰れて久しぶりのでモスバーガー食べたい。モスバーガーがね、アウト。ふっ、あ、モスバーガーがね、美味しさから言ったらモスバーガーですかね。やっぱ聞き覚えあるな、多分これじゃ。ソーダレース枠だろうけど、ヤクルトだ。ザプロスーパーは、コレプロがセリーグ、90がパリーグ、セリーグ、アウト。この時はパリーグの方ですっけ、スーパーの時はね。だから ロッテの応援ソングは、あ、でも94も同じだからね。94も応援歌とかだから、94はセリーグでやってますから。ロッテでしたね。94が、セリーグ。このスーパーの時はアウト。パリーグの応援歌やってますね。はい、じゃあダイエーいきますか。ダイエハムはどうなの？ハムの応援歌あんまり。あ、ダイエーはあれじゃないかな。福岡もドームじゃないっけ？まだドームじゃない頃ですね。ブーマーがいる、ブーマーが。ベース、ウィンターズ。プレイボール。さあ、そうと。翼たくましく鍛えた翼。さあ、そうと栄光を目指し羽ばたけよ。あ、ダイエなんか聞こえがあるな。アウト、アウト、それ得点圏に行かなきゃよかったね。アウト。威勢がいい。スマートなカブだ。このヘルメット好きだった。ガッチャマンヘルメットですかね。ガチャマン。ファール。ストライク。アウト。アウト。今はなき平和大球場。今はなき平和大球場。どこまでも線路は続くよ。どこまでも日本ハムは続いてる。線路は続くよ。どこまでも日本、日本ハム王者の印。日本、日本ハムの国。日本にハムがある限り、日本のハムはハムが好き。ハムのためなら命かけ。あ、いいですね。はい、というわけで、あとボンバーマン風のちょっと見てみますかね。おまけゲームがね、これついてんで。マルチタップいるんだっけ。マルチタップいらないっけ。
レンテ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 ン。入場選択画面で、セレクトを押しながらワンを押すと、出てこない、あれ違った、セレクトを押しながらワンを押す、ここで駿河屋さんでは完品855円分けプレ836円ぜひお買い求めください。うん、出てこないな、出てこない。うん、まああとね、ボンバーマン風のね5人まで対戦できるね隠しゲームがあるんですけども、こちらもあるね、お得な野球ゲームだすんで、野球以外にも、ボールをねぶつけて、楽しむボンバーマン風のゲームも隠されてますんで、はい、セレクトをしながらワンを押すって書いてあるんだけど出てきませんでした。はい、それではアンケート結果いきましょう。はい、1番持ってる持ってた人は1番、2番は持ってない人ですね。まあプロ野球ファンは、92年のペナントを懐かしむためにもゲットしてみましょう。オールスターね、オールスターを率いて謎のチームと戦うね、スペシャルドリームマッチもあります。各自ゲームをついてる、三冠王等の、個人記録も計算されるということで、はい、前回はですね 2.2% でした。一番野球ゲームで少なかったんですけど、今回どうでしょう。テレ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 デザザンテレ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 デザザンテレ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 デザザンテレテレ。まだ現役の頃ですね、92年まだ現役だったんですね。うお、 2.2 だったのが25になってる。2.1から 25% になった。すごい、すごい上昇率だ。一体何が高所持率、やっぱ応援かね、聞きましたかね、ありがとうございます、お買い得でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はザ・プロ野球スーパーをね、お送りしましたね。応援歌が入ってるっていうのがいいですね。ぜひ全部ね、あ、今のあの隠しゲーム出すねコマンドで、あの応援歌もね、応援歌も聞けますんで、はい、セレクトをしながらワン、球場選択画面でセレクトをしながらワン、まあ今出ませんでしたけどもらしいです。はい、明日のマラソン枠はあのスライムがやってきます。お楽しみに。おでした。おでした。おでです。お疲れ様。はい、おでした。あの勇者が。スライム。おでした。おでした。